皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は熱海高校のアピールがユニークだった件についてお話したいと思います。熱海高校は県立の普通科の高校です。公立の普通科の高校っていうと学校説明会に行くと大体うちの学校はこういう学校ですよと、進路はどこの大学に何人、どこの大学に何人進学していますよと、そういう内容が中心になっちゃうんですけれど、熱海高校はこういうレジミの中でも自分たちはこういう生徒を欲しいんですというのを強くアピールしていたんですよね。で、それがとても印象に残っていたので今日ここで紹介していきたいと思います。熱海高校、学力に不安があっても大丈夫ですよ。なぜなら中学校の英数国を学び直します。一クラス20人以下の少人数が2集団で学習するので学力に不安があっても大丈夫ですよと。1集団に教員が2、3人ついて勉強するから学力が不安な生徒でも大丈夫です。そして自分の進路に合ったプリントで自分のペースで勉強できます。だから学力が不安な生徒でもぜひ受験してください。こんな内容だったんですね、出だしが。そしてこんな生徒に来てほしいというところでも、まあこれと被るんですけれど、公立普通科の高校を受験したいって希望してるんですけれど、成績がちょっと心配だなと、こういう生徒にうちの学校に来てほしい、ね、熱海高校を受けてほしいと。熱海高校は県のオンリーワンハイスクールで、自治体や企業、NPO 法人と連携で、ね、学習に対する意欲が生まれて入学後急成長する、学力が急成長する、やる気が出る生徒がいっぱいいますよ。だからぜひそういう生徒に受験してほしいです、ね、こんな風に言ってるんです。次は大学に進学したい、でも実力で合格できるかなって不安がある、こういう生徒にも熱海高校受験してほしいそうです。こういう生徒に来てほしい。なぜなら熱海高校って入試は推薦入試を中心、そういう指導方針だそうです。進学指導で高校3年間地道に努力をして希望に応じて有名大学に進学する生徒がたくさんいるとアピールしていました。だから自分の希望する大学に行ければいいんでね、別に有名大学じゃなくてもいいんですけれど、で4年生大学の指定校推薦枠が約180名ある。だからね、大学に進学してみたいと、そういう生徒ぜひ受験してみてください。で、こういうアピールがありました。で、実際に昨年度の進学率は 40%。 この 40% だけ見ると、え、進学率低いじゃんとこう感じちゃいますけれど、この進学率というのは進学コースだけじゃなくて観光ビジネスコース、福祉コース、これも含めた、ね、割合なので、4年世代の進学率 40%。 できれば進学コースだけの進学率、これを知りたかった、そうですね。それからもう一つ、環境を変えて新しい自分を発見したい、そう思ってる生徒にぜひ来てほしい、受験してほしい、こう言っています。熱海高校、神奈川県との県境にあって、いろいろな方面、多方面から通っている生徒がたくさんいるんですね。具体的には神奈川県の西部地区、伊豆東海岸、三島地区、沼津地区、田形地区と、こんないろいろなところから通っている生徒がたくさんいるので、新しい環境にね、自分で新しい自分見つけると、そういうのに適しているということです。新たな環境で新しい自分を見つけられる、そういう高校だから、ぜひ、ね、新しい自分を発見したい、そう思ってる生徒に受験してほしいと、このように言っていました、ね、他の学校のこう説明と比べて、こういう具体的に、あ、こういう生徒に来てほしい、受験してほしいなっていうのが、伝わってくる面白い内容だったので、今回はこの熱海高校のアピールがユニークだった件というタイトルで動画を撮りました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。
ではまたお会いしましょう。さようなら。